東京都交通局1200系電車は、かつて、東京都交通局で使用されていた、路面電車車両である。本校では1200系の車体延長改造車である、東京都交通局1500系電車についても合わせて、記述する。1936年から1942年に、かけて1201から1309の109両が、製造された。 全長10メートル級の小型手かゆ式ボギー車。先に登場した線型と同様、老朽化が進んだ木造ボギー車の旧線形の台車と、伝送品を流用している。外観は線形1086から1130から、雨どいをなくして、張り上げ屋根としたものとなった。これは、当時流行していた流線型の影響が見られるもので、ある。この張り上げ屋根のデザインは、 あとの6線型などにも引き継がれた。また線型と異なり、乗客用扉には2枚折り戸を採用した。二次車の1221から1236は、後部扉を3枚折り戸としていたが、三次車以降は2枚折り戸に戻されている。3枚折り戸の二次車は、全車が、潜載廃車となった。心造された109両のうち45両が、潜載により消失したが、 そのうち25両が構成復旧した。この構成復旧者は旧番号ではなく既存者の続番となる1310から1334に改版された。1948年の改版により残存者64両は1201から1264、潜載復旧者は1265から1289となった。選挙 1100系の1300系化で試験的に行われた車対応型化の本格対応は本形式を種車として行われることとなり、この結果1961年以降46両が死も術の1500型に改造されている。また1949年3月以降に順次2枚引き戸に改造されている。当初新名町美野は金絞りに所属していたが、 ミノワ所属者は1949年から疲労と、金絞りに移った。1964年に14両が廃車となり、残存者は疲労に集中配置され、1967年の都電第一次撤去に伴う車庫の廃止まで使用された。1961年以降、1200型を1300型において実用化された、車体延長工法によって大型化した。 低床式用型ボギー車。元の1200型は高床式だったが、低床式に改造されたため、台車をブリル台車から低床式の D-22K 及び空気バネ装備の D-24 型に換装している。伝装品は1200型と同様のものを流用している。なお、改造に際して、微灯、標識等 雨どいの増設と方向膜の拡幅がされている。1300系同様、改造された46両全車金絞り車庫に配置され、共通して運用されていた。1500型については、車体延長によって乗車定員は大幅に増加したが、その分負荷と事情が増加し、出力不足をきたした結果、勾配の急な橋を渡る際に登りきれず橋の途中で、 立ち往生をしてしまったというエピソードが伝えられている。1969年から1971年の間に全車廃車された。江本博一と都電車両走ー ISBN4 から811706315。ありがとうございます。